また古靴の底を煮出したようなスープだぜ。スープはまだマシな方よ。鼻をつまんでなんとかお腹の中に流し込めばいいんだもの。まったくだ、このパンと来たらまるで泥土こねたような代物さ。これが人間の食い物かよ。一体ブエノスに着くまでの辛抱だよ。そうだといいけどね。向こうに着いてもろくな食い物がないなんてことになったら、子供を抱えて私はもうどうしたらいいのか。泣くなよ、もうここまで来ちまったんだ。おい、坊や。どう、食べるかい？いいんですか？ああ、どっちみち余ってるんだ。僕、ゆうべリオからこの船に乗せてもらったばかりなんですけど。何かスープを入れるコップのようなもの持ってるかい？これにお願いします。ああ、そうだった。じゃ、たっぷりと。どうもありがとう。ところで君、そのカバンから顔を出してるのはパンかね？ええ、昨日まで乗ってたフォルゴレ号の黒鳥が。ちょっと見せてもらっていいかね？は？素晴らしい、いい匂いだぜ。ああ、よかったらどうぞ。ええ、もらっていいのかい？まさかからかって言ってるんじゃ。は？じゃあ、いいんだね、本当にもらっても。おい、本物のパンだ。ああ、イタリアの匂いの本物なんだってよ。わしにも見せてくれ。匂いを嗅がしてくれ。もう一口開けておくれよ。いいとも、いいとも、みんな口にするんだ。いいかい、ゆっくり大切に味わうんだ。一口だけでも長生きするぜ。さあ、上がり、ほら。おい、恥ずかしい。さあ、そのパンでよかったらみんな食べちまってもいいんだぜ。ありがとう。とは別にないよ。僕、船のことなら大抵わかりますから、どんな用事でも。だったらチョロチョロ出歩かんようにするんだな。でもあのチョロチョロ出歩くなんだってさ、こう見えたって僕はフォルゴレ号で鍛えた一人前の船乗りなんだ。なあメジョ、アメジョ、アメジョ。
んたの弟かい。どっか連れてってくれよ。さっきからピーピー泣き通しなんだ。みんな疲れてイライラしてるっていうのによ。いい加減にしろよ。私のかわいい踊り靴、私が踊ればそれしろれろん。おいらの汚れた踊り靴、おいらが踊ればドボドボボドン。ないといいけど。あ、雨ではいけないよ。おいでってば。遊んでもらったのね、この前も。邪魔しちゃいけないよ。どうぞ。構わないわ、入っても。こんなにたくさん。僕初めてなんだ。名前は？僕マルコ。いえ、アメデオ。兄さんの猿なんだ。ね、君子守だけよ。ダメなの、私なんか。いつも父さんに叱られてばかりだから、私はいつでもジュリエッタのお守。とっても上手だよ。さっきなんか人形が一人で踊ってるみたいで。私知ってるよ。僕フィオリナ。そうだよね。アルゼンチンに行くってことも。どうして？センディガンだもん。
ニーノ、一体どこでお前さん、こんな面白いお猿さんを見つけたのかね。この子知ってるんですか、おじさん。探してたとこじゃ、わしの孫みたいなもんでな。よかった。しかし珍しい猿だ。この船のことなら何でも知ってると思っとったが、こんな可愛い猿が乗っていたとは。僕と一緒に夕べりようから。あんたと。おお、あんたのお猿さんかい。アメデオって言うんです。僕丸殺し。ああ、アメデオね。いい友達ができてよかったな、ニーノ。さあ、お前さんが見えなくなって母さんが心配しとる。船の中に戻ろう。いや、こいつは困ったぞ。さあ、この下だ。さあ、帰ってきたぞ。どこ行ってたの、ニーノ。ママ。このマルコとな、お猿のアメデオがニーノと遊んでいてくれたんじゃ。ありがとね、マルコ。いえ。我慢してちょうだいよ、ニーノ。きっとお昼には何かあなたにも食べられるようなものがついてくるわ。それまで辛抱して。ね、お願い。お腹が空いてるの。ここの食い物じゃ無理もないんじゃ。ニーノの食べられるようなものはなかなか出てこん。そうかといってわしらにもどうしようもないしな。ちょっと待っててください。アメデオ、お前はここで待ってるんだ。いいね。ほらほら、ニーノ、あなたのお友達の白いお猿さんよ。ね、泣かないで。お母さんだって何にもしてあげられないのよ。どうしたんだね。どこでこれを。前に乗ってた船の国長が僕に持たせてくれたんです。こりゃ大したもんだ。じゃあ、おばさんもおじいさんもどうぞ。どうしたんですか。わしはいい。その代わり、もしよかったらあの子たちにも少しだけ分けてやってくれんか。ええ、いいですとも。ありがとう。これであの子供たちも少しは元気を取り戻してくれるだろうって。本当にありがとう。いえ。ところで、お前さんは一体どこから。ジェノバからアルゼンチンへ出稼ぎに行ってる母さんを訪ねていくところなんです。おお、これは珍しい組み合わせじゃな。わしはブエノスからずっと北に登ったロサリオへ息子夫婦を訪ねていく。このレナータは半年前に移民した旦那さんが向こうで待ってる。そしてあんたがおふくろさん。あんたも向こうで暮らすのかね、これから。いえ、母さんが元気だったらすぐ帰ります、ジェノバへ。すぐに。なぜ母さんを置いてかね。父さんや兄さんが待ってるんです。おい、ちょっと待ってくれよ。父さんや兄さんがいるんだったら、その人たちは何をしてるんだい。まさか遊んでるわけじゃあるまい。もちろんです。わからんな。一家の働き手がうちに残って、うちを守らねばならんはずのおふくろさんが出稼ぎに行く。しかも遠い遠い外国へだ。あんたのような幼い子供を残して。僕だって最初はちっとも分かってなかったんです。だから父さんや兄さんや母さんにまで八つ当たりして。そうだろう。母親を取り上げられて子供が怒らなかったら不思議な話だなあ、レナータ。違うんです。分かっていなかったのは僕だけだったんです。いや、わしらにはあんたの父さんの気持ちがさっぱりわからんな。子供から優しい母親を取り上げ、その上こんな長旅へ一人で放り出す。とても親のすることとは思えん。だからちゃんと僕の話を聞いてください。僕の父さんはジェノバで貧しくてお医者に診てもらえない人たちのための診療所をやってるんです。だからお金が必要だったし、町から離れることもできなかったんです。それを僕は何にも分からなくて。
あんたって人はなんて水臭い人なんだろうね。どうしたのよカタリナ。どうもこうもありゃしないわよ。明日アルゼンチンへ立ってしまうってことどうして教えてくれなかったのよ。待ってよカタリナ、何しろ急に決まったことでいくらいい働き口があったからってあんな遠い国へ行くのは無茶よ。マルコなんてかわいそうなんだろう。あんたって子は母さんがいなくなっても力落とすんじゃないよ。おばさんがきっと面倒見てあげる。そうとも面倒見てあげるとも。困るなおばさん、マルコはまだ何も知らないんだよ。え、まだマルコにも話してないのかね。何のこと。お母さん、マルコうちに入っててアルゼンチン行く話なの。ドニオ、マルコを連れてって。おいでマルコ。お母さん、さあ行こうマルコ。あなたには明日の朝しっかりお話しして、それで後のことをよくお願いするつもりだったの。いくら急だからってマルコに何も話してやらないんじゃ途方に暮れるじゃないのさ。嘘だよね、お母さんは行かないって。アルゼンチンの話は取りやめてって言ってたよね。それがそうは行かなくなっちまったんだ。兄さんは知ってたの。僕にだけ誰も教えてくれなかったんだね。嘘つき、兄さんの嘘つき。みんな話すのが辛かったんだよ。父さんが借りたお金を返すにはそれしかない。マルコが一番かわいそうだって。僕を騙したんだ。行かないって約束したのに。お父さんが借りたお金なんか僕は働いて返してやるよ。バカ。父さんや母さんがどれだけ苦労してるかお前にはわからんのか。マルコ、どこ行くのマルコ。トニオ、マルコは。トニオ。私からきちんと話せばよかったんだ。無理なのよ、小さなマルコに全部分かってもらうことなんか。こんな話誰だって分かりたくないんだ。かわいそうだよマルコが。あ、マルコ。マルコ。マルコ。分かってくれマルコ。前にも言ったように父さんの仕事にはどうしても母さんの助けが必要な。ねえマルコ、母さんがいなくてもマルコは立派にやってくれると信じてるの。だからあなたも母さんを信じて。なあマルコ、父さん。マルコ。マルコ。仕方がないわ、これ以上分かってもらえなくて。とうとう最後まで母さんに笑顔を見せてはくれないのね。マルコ。大丈夫だよ母さん、マルコはよく分かってるんだ。さあミケランジェロ号の出航です。乗船する人は急いでください。マルコ、誰にも長い人生のうちには辛くて悲しい時が必ずあるものなのよ。そして誰もがその辛くて悲しい出来事を一つ一つ自分の足で乗り越えて一人前の立派な大人に育っていくものなの。あの人、早くしてください。乗り遅れますよ。ねえ、勇気を出してちょうだいマルコ。
母さん、お母さん、子供たちを頼みますよ。お母さん、マルコ、お母さん、お母さん、マルコ、お母さん、マルコ、お母さん、行かないで、お母さん、行っちゃいやだ、マルコ、お母さん、お母さん、もうやめて、来ちゃいけないの、行っちゃいやだ、お母さん、マルコ、お母さん、準備をなすのよ、マルコ、母さんは必ず、とうとう最後まで母さんを笑って見送ってやれなかったんだ。行ってらっしゃいって、マルコ。いい話を聞かせてもらった。あんたの家族はバラバラのようでいて、その一人一人は心の中ではしっかりと手を握り合っているんじゃな。南十字星だよ。もう母さんが見ている空と僕たちが見ている空は一緒なんだ。一緒の空を見てるんだ。雨でおったら。食料も満足にない移民船での旅けれど、マルコはまだ見ぬブエノスアイレスの街を思い浮かべて期待に胸を膨らませていました。そして狭い船内での生活に疲れ切った人々も檻から降り出した雨に命の洗濯と大喜び。ところが喜んだのもつかの間、風が強くなり海は荒れ出し雨は激しくなるばかり。船は嵐の中へ入ってしまったのです。次回、母を訪ねて三千里、大嵐の夜、お楽しみにね。